ありがとうございました。お疲れでした。まだ追うの？なんでまだ追ってんの？ここでクイズです。4月は何の月でしょう？入学式。はい、違います。卒業式。違います。3月です。え？誕生日とか？誰か誕生日の？違います。4月1周年とか。あ、狼少年1周年。正解です。もっと正解大々的に言って、うん、1年経ちました。1年経ったね。ちょっと前に、ちょっと前に経ったね。で、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お祝いを伝えたくてお二人に このタイミングでしか会わないのに。はい。スタジオ撤収してる中やること、これ。はい。で、なんかあるってことね。なんかデビュー後のゴールデン初レギュラー、うん、そうだよ。そうですよ。そうですよ。4月ですって言ったら、うん、もう狼少年始まった月でしょって言ってほしかったです、僕は。ああ、そういうこと。はい。俺らの愛が薄いって。はい。正直言うと1周年ですって公式のツイッターでツイートしてたでしょ。それで知った。ファンと一緒ですね。それで知った。一番を決められない。ないかもしれない。え？本当にマジで話していい？マジでいきましょう。スカイダイビング。マジでいい？はい。一番決められないんだよね。俺マジで初体験ばっかだったから、うん、スカイダイビングなんてしたことなかったし、はい、絶対しないし、カースタ一発目のロケカースタンドでしょ？はい。あと奇跡映像もやったし、はい、いっぱいやってきて。ドッキリもやりました、ね。やったいっぱいやったけど、初体験すぎてどれも、うん、MC もあんな初めてだったし、ね、つい最近だけど。はい。初めてが多すぎて一番決めらんないんだよね。一個決めてください。これっていうの。でも嬉しかったのは落とし穴。ずっと見てきた中でテレビとかで、ね、そうそう、王道ではあるけど、やっぱその入った瞬間の心地よさ。はい。俺なんかドッキリかけたいんだよね。ああ、まあそれはやりたいよね。はい。一回俺らがやらないとできないでしょ。確かに。だってね、俺はみんなもやりたいでしょ。はい。ほら、これはだって視聴者的にもテレビ業界的にもすごい映像になると思う。うん、確かに。やると思って。で、死ぬ前にドッキリかける。俺は。お、やりましょう。じゃあ番組終わるまでにドッキリかける。ドッキリかける。仕掛けましょう。はい。これがツイッターに載っちゃうと目に。あ、そうそう、だからこれなしよ。これはいけない。だから誰々にドッキリさせしたいとかっていうのだったら、まあでもピーにしよう。それでもバレちゃうのかね。じゃあ最後ちょっと見てもらってる視聴者の方にメッセージ。はい。チェンカありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、毎回ツイッターのトレンドとかでも盛り上がってくださってるみたいじゃないですか、うん、狼少年ってワードはね。はい。なかなかね、今の時代で見ないような。そうね、昔昭和なテレビじゃないですか、うん、それがいいよね。うん、だからね、なんかまた他とは違ったちょっと刺激的な映像を見れたりとか、うん、する面白さが狼少年にはあると思いますし、うん、だんだんファミリー感出てきたかなって勝手に思ってもいるんで、これからも末永く応援のほどよろしくお願いします。お願いします。引き続きじゃあ狼少年、はい、いやもう盛り上げましょう、はい、頑張りましょう。よろしくお願いします。チームですから。